ダグ・マクルーアは1950年代から90年代まで映画、テレビで活躍したアメリカの俳優である。カリフォルニア州グレンデール生まれ。NBC の西部劇、バージニアンでトランパスを演じ、一躍有名になった。本名ダグラス・オズボーン・マクルーア。女優のタネ・マクルーアは娘である。UCLA の学生時代、フットボールやバスケット、水泳等で活躍。 TV 撮影のためにサーフィンを披露したことから、石鹸の CM に出演し、それがきっかけで映画デビューを果たす。出世作とも言える、バージニアンで、ジェームズ・ドルーリー、ロバータ、ショア、レス・ジェイ・コップ、ランディ・ブーナと共演し、その前には、オーバーランド・トレイルや、チェックメイト・アリゾナ・レンジャーズにも出演している。映画出演も多く、SF 映画、地定王国、恐竜の島、 俗恐竜の島にも出演。70年代から80年代にかけて、ミラービールの製品である、ハムスの CM にも登場した。1995年2月5日、肺がんのため、59歳でカリフォルニア州、シャーマンオークスで死去。サンタモニカのウッドローン記念墓地に埋葬された。ハリウッドウォークオブフェームに、名前が刻まれている。 1994年にこの式典に出席したのが、公の場に姿を現した最後となった。ザ・シンプソンズに出てくるトロイ・マクルーアのキャラクターは、ダグ・マクルーアをモデルにしている。彼の娘が、ザ・シンプソンズのプロデューサー、マイク・ライスに、父親が番組の大ファンだと話したため、このキャラクターが登場した。ダグ・マクルーアのプロフィール、リュシンネマ。 2014年6月26日閲覧。ザ・シンプソンズシーズン 2DVD エピソードホーマー VS リザーザーエースコマンドモント。ありがとうございます。